アロハ DJ ソアライズです。 FF レコードキーパー今日もやってみたいと思います。メロジャム TV 今日はですねガチャじゃなくてちょっとためにはイベントダンジョンやってみたいと思います。星ドラですね。星ドラのやつ始まったのでちょっとやってみたいと思います。なんかプレゼントボックスなんか来てますね。あ、ログインボーナスですね。あ、結構これいいですね。全種類のこれ結構いいですね。15個ずつありがとうございます。ちょっとパーティーがですねこんな感じで今ちょっとこのカウンタウンガチャでゲットしたヴィンセントの超絶ブラスカはバーストかな、サラバンダーも超絶っていうのでこれも習得させるためにやってますね。でまあアタッカーでオールランドゥー的な覚醒奥義持ちなんでこれでサクサクちょっと星空のやつ進めてみたいと思います。お、なんかおムービーみたいに出るんですね。お、すごい。はいはい、すごい魔力感じるっつって言ってますね。このドラクエのやつって今出てる装備あるじゃないですか。これって今期間限定でこの時ゲットしないともうゲットできないんですかね。そうなると欲しいの結構あるんですよね。この弟子とウララとかキングダムハーツの時は再発されてないですからね、まあ、欲しいのは割とゲットできたんで空とリカコンプはできてないんですけど、まあ、実戦に使う分もですが今もう今覚醒オッドが出てるって感じでちょっともうスタメン落ちしちゃってるんですけど、すごいすごい。これなんだなんだ、扉が開く。なんかなんだこれ、星ドラやってないんですけど星ドラも人気なんですよね。僕の周りの友達結構星ドラやってる人が多い気がするんですよね。ちょっと FF レコードキーパーも負けてらんないって感じでちょっと盛り上げていきたいんですけど、マガマルってこれ星空のキャラなんですかね。いや、スラッピースラッピーですか。でもスライムとかやっぱキャラ人気ですよね。やっぱりFF だったらやっぱチョコボとかモーグリとかなんですかね、マスコット的なのは。どんな感じなんですかね。なんかドレコ出ましたよね、弟子とウララのちょっと欲しいですね。まあでも弟子はキングダムハーツの13期間のやつドレコにしてるんで、ウララもあのピンクなんでまあ可愛いですからね。ちょっとドラクエのやつもなんか着せてみたいですね。こんな感じになるか。異次元の扉、いろんなコラボ系結構毎回楽しみにしてるんですけど、ドラクエ2に来ましたね。個人的にいろいろコラボしてほしいの結構あるんですよね。やっぱクロノトリガーが一番してほしいかなってなんですけどね。全キャラ特性でみんなできるしそれぞれいますからね。カエルとか使いたいですね。カエル物理水パみたいな、魔王も闇パみたいな使いたいですね。お、トラクエそうですね、かっこいいですね。ドレスコードドレスレコード、お、初回報酬してアニマレンズゲットできるんですね。ロトの印ゲットできる、すごいですね。ちょっとスタミナある分全部ちょっとチャレンジしますと難易度260になります。全部ハテナハテナハテナですね。やってみないと、お、アニマレンズもらえるんだ。こういうのでだんだんあれっすかね、イベントダンジョンでもらえていく感じなんですかね。こういうの結構いいっすね。技習得パーティーなのでこれを見ます。
かいいっすね。音楽もドラクエでいいですね。ドラクエ、まあ一応僕が好きなのだったらドラクエ5好きっすね。天空の花嫁。すごいですね。ドラクエとスライム、ドラクエっぽいですね。Cを倒した。ブラスカとかレベル確か50ぐらいだったよね。ちょっと高難易度だと結構きついかもしれない。そんなに技消費ポイント稼げないですね。ゲットいいですね。おいいですね。いきなりもうどれくらいにゲットできるのこれいいですね。サクサクいきましょうか。これもアニマル90個もらえるんだ。いいっすね。あれ1000とかで武器交換でしたっけ。おすごい。あこれすごい。これスクエアエニックスってこうなんかついてるんですね。キングダムハーツの時はディズニーもついてましたね。水属性が取らない。すげえドラゴン。ちょっと倒していきますか。アニマレンズ集めよう。あこういうの出るようになった。前出なかったですもんね。特定のダンジョンましたね。戻りました。これなんだ。なるほどね。あいつらをなんだって。シドラも結構人気ですからね。ロトの印がゲットできるんでしたっけ。アクセサリーでちょっと楽しみですね。どんな能力がついてるのか。さて次はどんなやつなんですかね。魔王来るんですね。魔王ってドラクエ1のボスでしたっけ。ラスボスでしたっけ。違いましたっけ。スーツが結構スーパーフォンコンでやった記憶がありますね。ちょっとうららの超絶新しいの欲しいっすね。でもドラクエのもう竜王。竜王これ120ぐらいでしたっけ。まだまだ
強さの魔法まで行きたいんで、まあ、ちょっともうプラスで死んでるじゃん。倉庫パンパンになってるこの問題を回避しなきゃ。いらないものを見つけて、ちょっと手っ取り早くちょっといらない飾りですか。せっかくなんでこの手に何と即死かつけます。地属性のボールを名付け、地属性のボールを名付け、水を名付け、おっしゃ、行きましょうか。なんか変なデーモンみたいな4体が、なんか今回なんか難易度バラバラっすね。バラバラっていうかシリーズごとになってんすかね。クレムリン、物理も多分いけると思うんですよ、主人公のアヤで。キーブレード装備、あ、キーブレードじゃねえ、なんだっけ、お、キラマシンだ、かっこいい。キラマシンいいっすよね。あれガンブレード装備できるから、 FF8 の武器も装備できてみたいな。でオリジナルのガンブレード出せたりしてだったら面白いと思うんですよね。あれだったら魔法も使えて物理も使えてみたいな、回復もできてみたいな、結構マルチ系で戦えるような、何属性かいけるような超絶とか奥義で結構良さそうなんですけどね。そこからセーティブ出てほしいっすね。お、いきなりこうなるの、ね、ギガマシンやっぱすげえな。ギガマシンってめっちゃ強いっすね。
アガイツとか武士道グレードとかそういうのもなんか異次元の扉でやってほしいっすよね。あれ FF7 とかのキャラクラウドも出てましたもんね。そうですね、そこはないにしてもこの時はなんか特別な技とか出てクラウドを強化したいっすよね。なんかデューンブリッドとかコラボしてほしいっすよね。あとなんかコラボしてほしいのあるかな。バウンサーとかちょっとあれもなんかアクションっぽい感じ、ちょっとなんか主人公も空に行ったりして難易度120ぐらいだったら余裕か。指導、あ、指導は2のラスボスでしたっけ。これかシリーズごとになってますかね。1、2、3みたいな感じで。ブラスカさん死んじゃうかもしれない。支援機やりますか。120ぐらいだったらハーゴン神殿。あとなんかコラボしてほしい作品あるかな。のようなので、あれも結構あれっすよね。チップスのカウントダウンガチャ、ティナの風、ティナの風超絶入ってるのかな。あれティナの未勝者だったらもう何でも何か大歓迎ですね。あの覚醒奥義出てたじゃないですか。あの時までコンプリートしたらもうすぐなんていうんですか、もう風が実装されてきてティナの風がいっぱい出るなって思って
フェス絶対あれですよね、クラウドは絶対ノミネートされてますよね、フェスって多分何段階に入ってて、覚醒奥義絶対来ますよね、革新的なやつ来ますよね、きっと今日切りと一緒に合わせてみたいな感じになるんですかね。あ、炎 無になってたな、一回とこか。メルト必殺技に一回とこか。そろそろ僕いつも右側になんかよく使うやつをやる傾向があるんですよ、アビも。なんでオートの時左側のやつ使うじゃないですか、一番左のやつを。これ発動しちゃうな、発動しちゃうな。まあいいか、音でいきます。外しといてもよく、結構外しといてもいいような感じですね、毎回思う。山田の動き、1回突破レベル1になる。これ2回こう誰かのやつでも発動する。全体のレベル2になる。あとはですね、ナイトメアにしよう。まあ、別にレベルがないですけど、そういう実験とかしないから。おっ、そうそう、やっぱりこういっぱい武器、全種類自分の全種類の武器あるじゃないですか。これ全部レベル50枚でしたっけ、上げんの相当一苦労ですよね。お、ゾーマ、ゾーマだ。お、なんか闇の一生回収法全部剣ですね、食べないですね。だったら雷かバルガニマンダにしちゃおうかな。これオートで保管したいですよね。ちょいちょいやっぱ強化して、そろそろ。あ、おっと、フレンド召喚変わりましたね。あ、闇の衣装解除するのね。なるほどなるほど、なるほど。これ死ぬな多分。ラブラスカさん、50ぐらいしかレベルない。なるほど、フレンド召喚が使えなくなってくるんですね。こういうなんか120だから、まあ、ちょっとなんか真面目にやって、ちょっと最初は真面目にやってみましょう。
ピサロとかもそろそろ出てきますかね、これで出てきそうですよね、人気な、やっぱそのキャラっていうか。あ、また変わりましたね。魔力が無事に異次元の扉に注がれたクポ、変わったね、よかった。一時はどうなるのかと思ったぞ。多いっすね、なんかこのムービー系なんか面白いですね、こういうの。やっぱいろんなコラボ楽しいですね。いやー、いろんなコラボ、あと何がコラボしてほしいかな。聖剣2、また聖剣2のキャラ使えるようになりたいですね。主人公は魔法を使えなくても物理だけみたいな、マナの剣装備してみたいな。最近っていうか FX じゃねえ、キングダムハーツ3のためにプレイステーション4買ったんですけど、一応その時に合わせて聖剣2も買ったんですけど、なかなかやる機会がなくて全然進めてないんですよね。聖剣2もちょっと進めたいですね。聖剣2の実況動画もやろうかすげえ悩んだんですけど、コンスタントにアップができないっていうので、やっぱり FX レコードキーパーだけにしようかなっていうので出るんですけどね。やっぱやった方がいいかなとか思いながら、編集するのも大変そうだから、僕なんか村の人全員話し上げたりとか、無駄に敵雑魚キャラすごい戦ったりする傾向があるんですよ、この RPG とか。なんでその時間とかうまく編集しなきゃっていうので、アップするのとかプレイする時間考えると、なかなかああいうプレステとかのやつ根気がいるかなとか思ったんで、このソシャゲだけでエフェクレコードキーパーだけにしようかなと思って。あ、これやばそうですね。こっから260になってますね。ちょっとパーティー変えた方がいいな。オス誰だろう。あ、竜王。ちょっとこれは、地属性。あ、これちょっと260だからオートでやってると、なんか痛い目見そうですね。水場とかで行っちゃおうかな、じゃあ。風パにしますか。最近風パとかなんか全然使ってないんで、クラウドさんたまには使いましょうか。クラウドさんは使いましょうか。風でザ・クラリスでいきましょうか。バッツ最長もいる。あ、バッツいるからな。そうだ、バッツも覚醒王子持ってますからね。今までメインのメインアタッカーもなんか全然使ってないからもう、あ、すいません、外れちゃってますね。何でもいいんでつけちゃいます。バッツいるから覚醒奥義確定ですね。使う、もう覚醒奥義になってますね、一応。これ確か実戦では使ってないですよね、まだ。まさきに別にルーナさんとお任せで。速攻回復チェインで切っちゃった方がいいな。クラウド様は頑張ってもらおう。クラウドな、クラウド様もなんていうんですかね、魔法剣後ろからアビリティ速度でやってるんですけどね。なんでもいいポイントゲッター、レアです。ピチャフィスがなんでいいでしょう。でいきますか。なんかこれ強くしてあるかな。こうとかしてあるかな。たくさん、よし、いきますか。じゃあこれで復
YouTube か、行きましょう、行っちゃいましょうか。人物ちょっと使ってルネス引き付けましょうか。ちょっと260なんで、ちょっと真面目にやった方がいいですよね。言うても260なら魔石ほど強くないですよね。2ぐらいでいっか。あ、こういう感じになるのか。よし、かっこいいな、演出が。待てよ、チェーンしたくないし。そうっすよね、竜王ってあの時のね、ちっちゃいのやな、お小遣いみたいな。やっぱかっこいいな、やっぱり。あ、気がまねえ、全然。やらきさ。ザックスなら勝てる。よーし、燃えてきた。ザックスでもリズムチェーンですか。ちょっと僕の魔石行こう。特別に。まあ、チェーン、風チェーンはザックスしか持ってないんで。どうなんですかね、ザックス。いるか、めちゃくちゃパーティーだ。自分の。見た目なんですけど、ルーネスもね、バーストとオーディしか持ってないんで、なかなかちょっとイメージしたところはあるんですけど、あのペースこっちもどうすかね、実際に。お、結構食らうな。お、結構一旦に何回か落ちてます。お、こいつ全然カウントしないじゃないですか。お、結構強いんじゃないですか。ちょっとちょっと油断してると死ねない。久々にクラウドさんを使うと思う。お、いいね、エアリス先生、エアリスさん最高ですね。あのもうチェーン切れそうじゃない、半分ぐらいも切れるんですよ。だってこれ結構強いな、260ってこんな強かったな。倒せないんじゃないですか。エアリスがいい動きをしてくれます。そう、全然どうしよう、どういうことか。メトロがWait.
やべやべやべ、しかもこれバースやろうと思う。なるほど、初めて使う。初めて使うのに。やべ、こいつに死んだじゃないですか。死んだっすね。死んだっすね。ちょっと、これ強えぞ。しかもちょっと操作ミスあったな。ちょっと、しかも即時発動、全然発動しなかったじゃないかな。そう、一瞬ちょっとずれたな。1にしよう。ちょっと待ってよ。ちょっとこれ僕、最初の頃。そういうのって壁やるべきだった。結構強いですね。260のダメージじゃないんじゃないですかね。炎を使ってくるから、バッタリーが全然ちゃんとしてなかったから、そういうのもあるっすね、正直。対策は全然できるっすね。というか、なんか、さっきより死にそう。全体攻撃多いっすからね。ちょっと炎対策してから、やった方がいいかな。強いじゃないですか、これ強えぞ。パーティー対策してからしていいですかね。というかちょっと待てよ、こいつはこいつだけの戦うために動画撮ろうかな。ちょっと王の中の王強いな、こいつ。対策して次の動画っすね。ちょっと悔しかったんで、これ風のパーティーでもう一回こいつのなんだちゃんと説明読んでから組み直そうかな。ちょっとなんだこれ、単純説明。ボス炎闇の攻撃が強力ですね。ちょっとこいつこれでいこう。ちょっとうららにしようかな。回復どうだろう、エアリス。でもせっかくなんでこのパーティーでちょっと切りましょうかね。土でも地でもいいかな。地でもちょっとやってやりたいところがあるんですけど、魔石も全部ちゃんと交換ちょっと変えてやろうかな。もう一回ちょっとこいつリベンジしますそうですね、メロジャム TV 今日ちょっと長くなったんですけど、ちょっと王の中の王意外と強くてちょっと舐めてましたね。次はちょっとこいつ倒す動画をあげます。すいません、まだまだポンコツな僕のパーティーとスキルじゃちょっと王の中の王はそう簡単に倒せるちょっと甘かったですね。ちょっとアクセサリーとかも全部変更して、ちょっとちゃんと対策してから次フルボッコにしてやりたいと思うんですけど、フルボッコできるかな、倒したいと思います。メロジャム TV レコードキーパー、ご視聴ありがとうございました。 DJ ソワレーズでした。